さんこんにちは。今日はね、梅雨に入りまして、本当は一泊でキャンプ予定だったんだけど、ちょっとこのね、雨がずっと続いてる状況で降ったり止んだりなのね、うん、でも急にすごい強い雨が降ったりとか、ちょっと風が出てきたりとかっていう感じなので、今日はもう一泊キャンプはやめにして釣りに行こうと思います。今日湿気がすっごく多くて暑いんですけど、今日はキビナゴを買ったので、キビナゴで魚釣りしていきます。何もないですか？はい、はい、それではバイバイ。ご飯を食べましょうか。うん、まだ全然ついてないんだけどねまだね、かれこれ1時間ちょっと走んないといけない、ね、そうまずは腹ごしらえ、唐揚げ弁当、私はのりたる弁当。いただきます。いただきます。じゃあおばあさん使いないじゃん。さっきまで雨が来そうだったんだけどね、雨雲がさ、今空を見たら青空が見えてきてるじゃありませんか。今日は釣れる予感がする。俺いつもしてるあ、そうだった。私はあんまりしてないけど、今日は釣れる予感がする。でも今日は釣って帰んないと夜ご飯がないからね。着きました。よっしゃ、頑張って、頼むよ。はい、はい、じゃあ着きました。今まで私何だったの私の今までを返して今日はですね、このキビナゴで根魚狙い、うん、多分釣れると思うんだよね。去年の今時期も来てね、うん、何匹か釣れたんだよ。あのマハタ、マハタ、うん、マハタだったと思う。うん、食べたよ。美味しかったって言ってたよ。覚えがないんだよね。よく言うけどさ、うん、マハタだったっけ、この間言った。マハタだったと思う。あの、大門ハタとか、マハタとか、キジハタとかさ、似たような部類じゃん。美味しいやつ。そうそうそう。ああ、そうなんだ、うん。一応それ狙い。頑張りましょう。お願いします。ほら、こういいね。うん。ね、ちょっとあっち行ったりこっち行ったりしないで、まっすぐ歩いてもらっていい？よいしょ。今日も日焼け対策バッチリでやってきました。よくよく見たら前回と同じ洋服だった。え、そうなの前回もこの服で着てる。で、今回はまた頭からかぶってもいいように着替えを持ってきたから、うん、そうそう。あとこれね、スパイク、うん、ちょっと汚れてるから。ここ歩ける？うん、ちょっと歩ける？うん、歩けるよ、こんなとこぐらい。怖いね、でもちょっと。あー、無理かも。うん、この間みたいなあれはないね。うねりとかはないね、うん、この間めっちゃうねってたもんね。今回の餌はこれです。キビナゴ刺身用。太っちゃだよね。うん、ちょっと太いかも ね太っちゃ。刺身用なのね、うん、美味しくいただけました、ね、よし。
昨日買い物に行った時に小アジがあってね、今小アジが釣れるのかな。で今日の夜ご飯はその小アジとこう今日釣れたもの、釣れなかったら小アジのみ夜ご飯。超プレッシャー頼んだぞ。見える。うん、これね。ああ、で、俺のね、荒株釣りはね、あの穴釣りっていうよりは、これを投げるの。投げるの？うん、投げて広くね、あの探るっていうやり方を独自で発見しました。ああ、そうなんだ。うん、それで釣れた経験じゃなかった？釣れた。あるある。ことあるんだ。うん、全然あります。いいね、足元注意。足元注意です。前ここね来た時ね、他の人が釣ってたんだよね。いたのよね、人がね。おー、一等目、根がかり。こっちに来る？そっちがいい。捕まれるから。どっちでもいい。ここでもいいですね。ここの上に行くから。よく根がかるようなところ。うん。風もあるしね。よかったね、風があってちょっと。本当にどういうこと？まあ、頑張っていきましょう。ちょっとまだ釣れなそうなんで、また私は少し探検に出たいと思います。この間に釣れたら。ちょっとその釣れた様子というか釣れないんですけど、おおおお、なかなかドッサイル。ほら、敵が来たぞーって逃げてる。見して。うわあ、すごい。これ何？こんな。でかくない？うん。でも、わかんない。でかくはないけど、これ何？これ何？苦そう。え、そうなの？うん。なんで？ちっちゃくない？え、でも小味はこのぐらいだよ。あ、そう。これは食べられない？食べられないっていうか。わからないから。うん、なんか食べたくない。そうなんだ。うん、苦しいですか？あまりほら、ちゃんと返してあげてよ。ああ、めっちゃ急いで帰ってきたのに、まさかの逃がすなんて。場所移動です。めっちゃ品定めしてると、あっちのこっちの外は
もう危ないからこっち側でしようか。あっちのそっちの外はあって。おお、高い。めっちゃ高いじゃん。近いからいいよ。本当にさっきなんかボーってなってきた。危ないよ。だから水いっぱい飲んだらめっちゃおしっこ行きたくなるしさ、うん、底辺底辺夏は底辺だ。渡れるのここ。いや本当は渡れない。ここ水の中だけど。おお。スニーカーは危ないかもね。いけるやろ。何その見切り。こういう人が転んで怪我をするんだよ。気をつけてよ。本当に。私あっちに行く。海が綺麗だ。綺麗だね。うん、すごい綺麗。なんだかんだで雨が降りそうだけど降らないもんね。かでいいね。ほら、あっち側は雲が厚いでしょ。今にも雨が降りそうな空模様なんだけれども、こっちを見てください。青空が広がってますね。降らないんですよ。なんてゆるい動画だ。しょうもな。ええんかいなって思うわけですよ。私はどこ向いてるでしょう。1こっち、2こっち、3こっち。ねえ、せめてさ上右左とかで言う。こっちってどっち。せめて。なんでことことしてる。ほらって言われてもよくわかんないけど糸が。ほらうん、あ、本当だ本当だ。来た、うん。静かに来たね。あ、ベラだ。また。さっきのもベラじゃんじゃん。あ、じゃあその前は違ったよ。上上なんだよ。これも食べられないことはないんだけどね。うん、私はいりません。元気に戻りな。
本当はコト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 してる。すごいね、すぐ反応が来るね、うん、取られたかな。もうコトコト危んだ。あ、ちょっとしてる。してない。今してるじゃん、ほらほらほら。あ、来た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 。取れたか、取れたかも。取れた。あ、いる。ちっちゃすぎるだけだ。何、次は、次は何これ。さっきのやつ、逃がしたやつ、あっちでだよね、のちっちゃいバージョンだね。ちっちゃいバージョン。それアラカブが釣れたら最高なんだけどね。一匹釣れただけじゃ意味がないもんな、うん、ね。本気で釣りたいんだったらもうこの時間に来ません、うん、だよね。まあ、この時間で来ませんっていうか、まあ、今からか、夕飯詰めだったら、うん、今からだよ。イカが食べてた。イカが食べた。じゃあイカ釣ろうか。イカ釣ろうかで釣れるの、うん、あ、じゃあそうして。あ、ごめんごめん、私は言ってなかったもんね。そう。あ、そっか、うん、じゃあイカをお願いします。はい、了解。と見事にこっち降らない。あっち降ってそうだね、雨。ああ、降ってる降ってる。ねえ、ほんとこっちだけ晴れてんだ、すごねえ。うん、こんな贅沢な釣り方していい。いいよ。それで釣れたらもう最高じゃん。一匹のまま。それも超太いよ。ねえ、うん、人間でもこれ食べれない。届けこの思い。天ぷらにしたり三杯酢にしたら美味しそう。ああ、酢味噌が美味しい。酢味噌好き、うん、私三杯酢が好き。あ、まあどっちも好きだよ。あ、なに、あ、どうした。今なんか来た。多分取られたかもね。見てなかった。見てなかった。でもカメラには撮ってたよ。ゴトゴトゴトってきてよ。あ、本当だ、撮られた。よかったね、ぶっといの撮った魚はラッキーだったね、うん、よし次行こう。もう時間も迫ってきてるからさ、うん、もうラスト1頭だ、これが、うん、次が、うん、これが早いね。じゃあ次が。願かったもしかして。何これ。いや、なんかゴミじゃない、ゴミ。ん、何これ。何、イカ。嘘、まさか。あ、イカだよ。あ、違う、タコだ。わあ、すごい。あ、バレた。タコもいるんだ。まず投げたら来るかもね。来ないかな。わかんない。タコでも全然よかった。タコ焼きしたかったんだもん。ね、タコ焼きできるからやった。今の大きさ。今俺の周りにいっぱいハテナがポンポンポンってたもんね。だってこの間言ってたんだよね、私ね、うん、たこ焼きしたいってね、うん、たこ焼きしたいとは言うけど、たこ焼きするって言ったら時間かかるから嫌だ。でもね、めっちゃかかるんだって、時間が。それはわかる。でもちょっとたこがいるってなんか見た瞬間もうちょっと粘ってもいいのかなと思うよね。たこはこれで釣れないよ。ただこれさっきはついてきただけ、ついてきたっちがたまたま引っかかっただけ、うん、かかる針がこれじゃないもん。こっちみたいな針じゃないとダメ。ああ、このエギみたいな、うん、一本針じゃ釣れない、釣れないと思う。よっぽど運が良くないと。ほんと釣れる時って昼間じゃないもんね、いつもね、うん、そう。言い訳がましい。そう、でも今まではいつも 朝まずめとかさ、夕まずめとかさ、そのもう釣れる時間帯を狙っていくがな。本当は今からなの、うん、
まあ、今からなんだけど、うん、今はまだね子供がいるもんだからね、楽しい、ね、まあ、ベラがね2匹と分かんないのが2匹、うん、なんていう魚か分からないエソゴリラ2匹そうで全部リリースして、はい、まあ、目的は旗だったんですけどね、うん、まあ、もうちょっとね暑くなってからかな、あとまあ時間帯もやっぱり基礎関係あるのかなということで、うん、今日は残念でしたが、うん、はい、まあ、ちょっとあの本気で釣るというよりはレクリエーションが近かったかな、それじゃ行きますよ、はい、本気で釣りに行って釣れませんでした本当だって釣りたかったけどね、釣れんかったからしょうがないんだけど、はい、はい、ということで、うん、今回の動画があのいつもよりましてまた緩いなと思ったらいいねと、あとチャンネル登録もよろしくお願いします。はい、それではまた次の動画で会いましょう。バイバイ、バイバイ。Baby, I said goodbye with tears inside, calling out your name as you shut the door behind you.